激レアさんを連れてきた未公開トーク。まずは激レアさん初登場の牧陽子さんが塩対応を見せたあるもののお話。牧さんは激レアさん初登場です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組のことは知っていただいていたんで。知ってました。はい、嬉しい。でも見たことなく。あ、全然全然問題ないもんさ。知ってくれてるだけで十分です。見る番組じゃないですからね。知る番組ですから。牧さんはご自身でなんか変わった経験ってお持ちですか？一人で寝てて、はい、まあ、布団がズンって取られるんですよ。剥がされるんですね。怖い。なんで？お化けに。お化け、はい、犬とかペットとかじゃなくて、ね、ちょっともうお化けなんですか？お化けです。見えるわけじゃないけど。見えるわけじゃないですけど、人間じゃないんですよね。そう、おかしいですよね。おかしい。人外がバッてお布団剥いでくるから、でもうちょっと眠いからやめてくれと。やめてくれと、うん、そういうんじゃないからって言って。そういうんじゃないってどういう。眠い、今眠いからって。で明日も早いしって。それはよくあって。よくある。はい。地元の友達みたいに喋るんですね。なんかもうそういうんじゃないから。そういうんじゃないって。そういうんじゃないってどういう。眠い、今眠いからって。で明日も早いしって。ああ、はい。したらもうやめます。向こうはやめてくれます。ちゃんと。そう、やめてくれる。素直なんですよ。言ってみるもんですね。でもそれが何回かあるってことです。あ、はい、あります。強い、強いっすね。落ち着いてなんか冷めて言えば大丈夫なんですかね。向こうも怖がらないで。全然大丈夫ですよ。もうね、怖がっちゃダメですよ。そういうんじゃないと。そういうんじゃないと。どういうんだろう。そう、すごい。大丈夫です。そして本編では、お写真こんな感じです。うわ、すごい。これで324杯分なので、実際はこの倍作っていると。倍？道の駅で毎日違うラーメンを出し続け、600種類以上を作っちゃった曽根さんが登場。未公開では本編で放送しきれなかった曽根さんのラーメンまみれすぎる生活延長戦。まずは毎日違うラーメンを提供するために曽根さんがこっそり行っていることのお話。でちょっと皆さんお忘れかもしれませんけれども、道の駅のレストランということでいろんなメニューがありますよね、うん、スタッフの方々が、まあ、お忙しで働いてらっしゃるんですけれども、うん、左側に曽根さんがですね、こそこそ何かをしていると。やってるね、はい、やってますね。他のスタッフが忙しくしている中で、うん、曽根さんは明日のラーメンのスープの仕込みをしていると。へ、ちょっと営業はもうスタッフに任せてる、うん、基本僕はラーメンのみで。そうですよね、空気が違いますもんね。なんか違うな。確かに。スタッフにいつも怒られます。続いては、フグとマダイ使ってんだ。黒トリュフで1100円。1100円、これ採算は合ってるんですか？採算は合ってないです、うん、ちょっとポケットマネーで。曽根さんの採算度外しすぎるラーメン作りのせいでなぜか収録中止の危機に。これ曽根さんでもやっぱり高い食材の時は高い値段つけても大丈夫ですよ。そこはどうしても値段はお客さんが買いやすい値段の方がいいかなと思ってですね。そうですか、はい、それよりも僕は作りたいなっていうのがあって、儲けよりは作りたいのが大きいです、ね、勝てない。ピュアには勝てないよね。あとさっきの花火は308円です。380円。80円、はい、それはもうちょっと取った方がいいですよね。そんなウニとアンキもその値段で今出してるとかないですよ。あ、ないですね。確かに笑ってるじゃないですか。めっちゃ怖いじゃん。ちょっともう収録やめよう。ちょっとね、ちょっと怖くなってきちゃった。怖くなってきちゃった。